ワンナイトラブの経験はありますか？経緯から結果まで詳しく教えてください。お付き合いしてない人と、そういう関係になることは、あったんですけど、意外と、ワンナイトってなくて、お付き合いしてない人、セフレみたいな感じでも、結構、時間をかけて仲良くなってからそういう関係になるので、もうなんか勢いで一晩だけとかっていうのはあんまりないかな。どういう経緯で？これはマッチングアプリでそういう関係になったことがあるんですけど、その人は最初からそういう体の関係の大人の関係の相手を探してたみたいだったんですね。でも私はそんなに会っていきなりとかは嫌だから、徐々に仲良くなりたいですって言ったら、すごく私のペースに合わせてくれたので、まあいい人だなと思ったので、そういう関係になりました。でその人は、すっごく大きかったんですよ。私の経験では、一番、長さも太さも大きくてびっくりしました。最初はもう初めての感覚で痛くて入らなかったんですね、うまく。でも何回かなんか優しくチャレンジしてくれて、やっと受け入れられた時は今までにないぐらいすごく気持ちよかったし、なんかおかしくなっちゃいそうでした。はい。すごく良かったです。その後、まあ、私、恋人ができたので、お別れしたんですけど、やっぱり今思っても一番なので、たまにちょっと思い出したりします。